ここは小仏峠駐車スペースになります。都道終点です。はい。ここからは天線都道になるんですね。一応都道ではあるんですが、車が通れない天線都道になります。はい、今日10年ぶりぐらいで影信山行ってしまいたいと思います。はい。昼から雨予報なんで、雨が降る前にサクッと登ってしまおうということです。あら。矢後沢峠、矢後沢峠通れないんですね。矢後沢作業道、峠じゃない、矢後沢作業道。こっちの動画も過去動画あります。はい。リンク概要欄に貼っておきます。いい仕事してますねっていう感じでございます。はい。前回ここ登った時は、膝痛に悩まされてた時だったんですね。はい、あの頃はあの日の出から日没まで、はい、平気で歩いてた時期だったんで、無理しすぎて膝を痛めてしまいまして、苦しんでた時それでも歩いてたという時でございました。はい、膝痛はもう完全克服しております。はい、今は日の出から日没まで歩く気力がないんで歩きません。はい、日没前には帰宅して酒を飲まないと気が済まなくなってる私でございます。はい、たわしがあるってことは、汚れた靴はここで洗いましょうという配慮ですね。ありがとうございます。はい、帰り寄ります。コンクリ細の道になりました。結構な急登なんですよね。ほんとここ膝痛い時は地獄でしたね。5歩歩いちゃ止まって、5歩歩いちゃ止まってってやってましたけど、今は大丈夫です。はい、一気に標高上げてます。いやー、すごい、こう金箔プレーになってますよ。いつになったんですか、前通った時はなかったですね。10年前はなかったと思います。てか思いません、なかった、断念します。はい、ここも一応東京都道でございます。都道です。コンクリ舗装が終わって、また普通の山道になりました。はい、はい、こんな感じで一気に標高を上げてます。見えないですかね。はい、はい、中央自動車道も見えます。空いてますね、今日は空いてます。あ、映像じゃ見えないですかね、肉眼だとかろうじて見えます、中央道。はい、出発から25分、建物見えますね。あ、はいはい、小仏峠出てきました。ここ小仏峠でございます。はい、なんかあっという間だな。はい、あっという間でございます。あそこにね、タンタンタヌキのなんとかが、ね、いるんですよ、あそこ。はい、ちょっとあの自重させていただきました。影の村山 1.2 キロ、神保山 6.9 キロでございます。はい、小仏峠案内図です。はい、ここにね、タンタンタヌキがいるんですよ。タンタンタヌキの、タンタンタ、お、子タヌキ、まあ、孫タヌキまでいる。タンタンタヌキの、タンタンタヌキの、タンタンタヌキのでございます。はい、出発から28分。では、影信山に向かいます。はい、お地蔵様ですね。あ、うさちゃんもいます、うさちゃんも。おはようございます。あ、観音様もいます。千手観音ですね、千手観音。はい、違う。影信山こちらです。あの、以前、影信山のオーナーは、あ、影信茶屋のオーナーは、ここを四輪バギーで、通勤されておりまして、すごかったですね。耕してましたもんね。どう、道耕して走ってましたよ。タイヤがスリップするんで、その度にね、道を耕してたわけなんでございますが。はい。行っちゃダメよロープがあります。行っちゃダメよロープ。はあ、どなたかこう、ショートカットした方いらっしゃるんですね。はい。ショートカットされたんですね。はい。
この辺もショートカットの道がありますね。シーズン中の休日はもうめちゃくちゃ人が多くなるんで、みんなその人とのすれ違いを避けて、ああいう脇にそれていくんではないかと思うんでございますが、はい、えぐれてますね。あれ、あそこにですね、ほら、あれは観音様ですかね。石仏があります。下の道はどこの道なんでしょう。はい、もう廃道になってるんですね。へえ、ここから降りて見に行った方がいらっしゃいますけど、行きません。はい、えぐれ道になってますが、多分この道を作った時にはここまで路面の高さがあったんでしょうね。それが等圧と侵食でえぐられてこんな状態になってしまったということで、はい、登山者として非常に心苦しく思う次第でございます。平坦な道に、やや平坦な道になりました。はい、一息つけます。このルートずっと登りっぱなしだったんで、やっと一息つけるようになりました。ん？新造高神奈川造林公社かな、間違ってたらごめんちゃい。またコンクリート舗装になりました。はい、ここだけコンクリートです。ショートカットルートもできてます。はい、これね、下り滑りますもんね。取りたくないよね。でございます。いや、はい、道が、はい、2つ分かれてますけど、そこで合流します。はい、多分最初の道こっちなんですね。つづら折りで上がったんですけど、はい、皆さんショートカットするんで、ショートカットルートができてしまったということだと思います。はい、こんな感じです。そうそう、また登り出しました。はい、ハードルがあります。ハードルですよ。ハードル、お役人様はこれ階段のつもりで設置したんでしょうけど、私からするとハードルです。ハードル、これにつまずいて転倒させて骨折させて実況感想を感情自体に思っており、嘘です。信じないでください。また平坦な道になりました。これなんだろう。これワイヤーロープ、多分林業で使ったんですね。植林するときに使ったんですよ。こんなところに捨ててありますよ、ワイヤーロープ。はい、このルートは下りです。我が人生のように下っております。ただいま出発から48分ですね。コースタイム1時間のはずなんで、もう間もなく、はい、影信山に到着するんではないかと思うんでございますが、そんなに今日はねペースは遅くないと思っております。はい、展望が開けてます。はい、天気がいまいちなんでね、よくは見えないですけども、はい、圏央道が見えます。圏央道が、はい、初めてここ来た時は圏央道の毛の字もなかったんですけどね、いつの間にか圏央道の高架橋が出現しました。はいはい、天気が良かったらねもっと遠くが見えるんですけど、はい、残念ながらこんな感じでございます。でも見えないよりマシですね。はい、圏央道八王子ジャンクションですね。八王子ジャンクションでございます。ところどころね、山桜見えるんですよ。山桜ね、こんな植林帯の無機質な山が連なってる中でもね、山桜咲いてますよ。はい、では先に行きます。影信山 200m でございます。分岐がありました。は
い、山頂直下の急登になってまいりました。はい、いやコンクリートで舗装されてますけれども、はい、歩きにくさはさほど変わりません。こちらは一段ですね。お、丸葉の橋かな、なんか橋が飛んできましたね。まだそんな、もうそんな季節ですかね。いやー、いきなり失速しました。失速でございます。もうえぐれてますね。2メーターぐらいえぐれてますよ。それだけ多くの人が、歩いて、多くの雨水が流れてきたと、いたということでございます。ここはコンクリート舗装ではなくて、コンクリートの板を置いてあります。いや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 、歩きにくいんでございますよ。はい。出発から1時間1分で、ここはね、影信茶屋の後ですね。影信茶屋さんがね、小仏城山に移転したはずなんですよ。はい、こんな展望です。おお、久々でございます。はい、そうなんですよ。はい、着きましたね。あれ、茶屋の、ああ、こんなになっちゃってます。もう解体されてるわ。でございますよ。解体されてます。これどうするんでしょうね。まさか一人一本ずつ持ってふもとに降りてくださいなんて、丹沢のあの大日親か、大日じゃないでしたっけ、あそこのこと、あそこと同じようなことするんですかね。はい、展望です。はい、というわけで、三角点のある頂上に行ってみたいと思いませんか。うふふですよ。これ何でしょう。あ、何でもなかった、単なる板でした。あ、どなたか忘れてますね。これ暑くて脱いだんですね。ダメですよ。もしかしてなんとか強さんですかね、あんなとこで脱ぐなんて。いや、深い目は三つ股です。三つ股、プレイボーイの三つ股です。ああ、燃やしてるわ。直火ダメだよ。です。三つ股でーす。はい、三つ股の脇を上がります。はい。で、なんかこれ、あれをもしかしてあの解体した木ってここでみんな燃やそうとしてるんですか。よろしくないな、それは。よろしくないでございます。はい、まだまだですよ。はい、こちらにもこれ茶店があります。はい、あ、人がいますね。では横田基地に行く軍用機ですかね。まさか墜落するんじゃないですよね。はい、
というわけで、あそこに山頂標があります。そこまで行きます。影の上は 727.1m 登頂でございます。はい、三角点でございます。明治19年ですって。本格麦焼酎ありますですって。あ、これだ。三角点影の部小屋、白州山崎、白州山崎でサントリーですね。おすすめワインボトル600円。へえ、氷ワインありますって。なめこ汁いいですね。福島県いわき産。三角点影の部小屋。はい、というわけで出発から1時間14分下山します。はい、出発から2時間ちょうど、山頂から46分、無事駐車場に戻ってまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしく。来週、雨降られる前に戻りました。プツプツは来てますけどね。